今日は仕事が休み、午前中から町へ出た。巣鴨に来たのは初めてだ。お昼ご飯を食べる。豚肉炒め定食。有名なとげぬき地蔵尊でお参りをした。商店街にはお香を販売している店がたくさんあった。帰りは初めての都電。帰宅して気づいたら床で眠っていた。晩ご飯を作る。出来上がり。
8月になり、身近なところでも感染者が増えている。今年は帰省しようと思い、来週は連休を取ったんだけど、PCR を受けて問題なければ帰省する予定だ。今日買ってきたお香、60本で1200円くらい。いつものように白檀を買った。毎日炊いているんだけど、昨夜はなくなっていて炊けなかった。大盾もついていた。この香り、やっぱり落ち着きます。